トーネス原子力発電所はイギリスの原子力発電所。単独の発電所としてはイギリスで最も新しい。1980年に建設が開始され、1988年に運転が開始された。当初は南スコットランド電力局が運営していた。おおよそエディンバラの東部 50km の位置にあり、スコットランドインストロージアンのダンバー近くに、 存在する。地域のランドマークになっており、A1 号線やイーストコースト本線からよく見える。地域計画当局や12以上の関係団体などの広範な議論の後、1973年、南スコットランド電力局は、トーネスを原子力発電所の建設地とするために、スコットランド大臣の承認を求めた。1974年2月、 ダンバーで電力局の提案を説明の公表が行われ、1974年6月には公聴会が行われた。東ネスに原発を建設することへの反対は広く存在した。様々なキャンペーン団体が原子力発電所の環境と人的コスト問題を強調するために一体となった。1978年5月には4000人がダンバーから東ネスへ更新した。 彼らの多くが、東ネスの原発建設を防ぐために必要な全ての非暴力的措置を行う宣言にサインした。SSEB は、英国の民生用原子炉を次の段階に進めるため、改良型ガス冷却炉、蒸気発生重水炉、軽水炉、高温原子炉の4種類の原子炉設計案を提出し、 その後英国政府に検討された1975年2月、スコットランド大臣は SSEB に将来の原発を東ネスに設置する法律上の承諾を与え、4つの原子炉形式を検討した後、1978年5月24日にアグアの建設への承諾が行われた。建設は国家原子力会社として知られるコンソーシアムによって、 1980年に始められた。原子炉は NNC がタービンはゼネラルエレクトリックカンパニーが供給した。東ス原発は1988年5月25日に英国で最後の第二世代原子力発電所として委託されたものである。2基のアグアを保有しており、ピークレートで1364部を発電可能である。 英国の発電市場の自由化の際、東ネス原発の運営は、ブリティッシュエナジーの一部として民営化された、スコティッシュニュークリアに譲渡された。さらにその後の2009年1月ブリティッシュエナジーは、フランス電力に買収され、英国市会社の EDF エネルギーに統合された。2023年までの運用が予定されている。 トーネス発電所は弊社ムビート設計を同じくしている。原子炉は1950年代から60年代にかけて英国の商用原子炉建設のために設立された5つのコンソーシアムが緩やかに合併した NNC によって設計された。国営原則ガス冷却の設計はウィンズケール実験改良型ガス冷却炉施設で証明されたもので、 旧来のマグノックス炉から大きく進化していた。イギリスの商用原子炉計画全体で共通の経験知識を持っており、コールダーホール、チャペルクロス、さらに前のウィンズケールなどに置かれた初期の動力用及びプルトニウム生成用原子炉の運転から取られた知見に基づいて構築された。事故の詳細は健康安全局の原子力施設での事故の四半期ごとの報告書を記した。 インターネットサイトや原子力認可施設の市販機ごとの検査報告書に公表されている。2011年6月28日、取水口の大量のクラゲによって冷却用海水の流量が減少したため、量原子炉が手動で停止された。停止は保守的な判断だった。2006年8月に改造による第一取水口のドラムスクリーンの完全な遮断が発生した。 これによって一定期間の第一冷却水の供給の喪失が発生し、結果として安全を確保するための炉心海水系への水の供給が失われ、他の手段で代用せざるを得なかった。主冷却水が停止した最初の指摘を受けて70分以内に発電所は両方の原子炉の停止で対応し、適切な二次トリップ冷却系が利用された。 発電所安全報告で考察されていた事象。2005年12月30日の夜勤中、トーネス2号路の計画外の出力上昇が起こった。運用者は事態に対し通常の出力レベルに回復する是正措置を取った。原子炉と会社は調査し、反応度原則を扱う運転者の訓練が適切であったことを確認した。2002年5月に発生したもの。 大科学からはおそらく予想外の疲労によるインペラーの疲労亀裂が悪化したことが原因と考えられている。8月、同原発のもう一方の原子炉のガス循環器が振動の増加の兆候を見せ、運用者によって速やかに停止された。その後の解体から最初の亀裂と同じ位置にかなり進展した疲労亀裂があることが明らかになったが、速やかな停止によって破損が防がれた。 1999年11月、王立空軍の戦闘攻撃機トーネードがエンジンの故障によって原発から 1km 以内の距離の北海に墜落した。英国防省は上院の2名がトーネードから離脱する前に原発に当たらないことを確保した条件の悪い中で例外的な飛行技術と意識の高さを説明して称賛した。ありがとうございます。